池上彰は即刻引退を、自民党和田政宗。本日、自民党の和田議員がブログにて次のような視聴いたしました。池上彰さんの言い訳に、呆れて物も言えない。トランプ大統領が全然人権問題に関心がなかったと、テレビ朝日の番組内で発言したことへの言い訳。池上さんはネット動画でトランプ大統領は、 ウイグルや香港問題で後ろ向きだったという証言があると信憑性について不明な証言を根拠に弁明した。これは事実を根拠にするジャーナリストとしてありえない発言で恥の上塗り。事実よりも信憑性が不明な証言が優先するのか、即刻引退なさったらどうか。事実を述べるならば、トランプ大統領は昨年6月、 中国によるウイグルにおける民族弾圧の責任者に制裁を科すウイグル人権法に署名し中国政府高官に制裁を課した香港に関しても昨年7月中国当局による香港の自治侵害に制裁を科す香港自治法に署名12月には人権尊重や民主主義の確立を支援する香港人権民主主義法にも署名している。 香港問題においても中国政府交換の制裁を実施。実はトランプ氏は人権問題に強く取り組んできたのであり、池上さんはこのような言い訳をするのではなく、自らの不明を恥じて番組を降板すべきではないか。事実に反した発言はアメリカの政策に対する日本国民の誤解にもつながる。強い派になったが、 元ジャーナリストとして、一国民としても、池上さんの番組司会者としての今回の振る舞いは許容できない。テレビ朝日はこの問題をどう考えるのだろうかとなっておりまして、おっしゃる通りでございますが、池上さん、中国政府、中国共産党が引き起こしている香港やウイグルの問題については、 トランプ前大統領が自ら法案に署名し、法律を成立させて厳しく対応しておりますし、またトランプ政権は中国政府、中国共産党によるウイグル族に対するジェノサイド、虐殺行為も正式に認定しております。また日本に関して言えば、 北朝鮮が引き起こした究極の人権侵害である拉致問題に関してもアメリカの大統領として初めて積極的に関与し北朝鮮に対して拉致問題を解決するように要求いたしました。ぜひとも池上さんにはテレビ朝日の池上明のニュースそうだったのかの中で実際にはトランプ前大統領が どれだけ人権問題に取り組んできたのか、事実に基づいた訂正報道を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。